元中日監督の落合博光氏と元 DNA 監督の中畑清二が27日 t b s 系サンデーモーニング日曜午前8時に生出演した番組では26日の SMBC 日本シリーズ2024第1戦でソフトバンクパリーグ1位ガゴ対3で DNA セリーグ3位に勝利したことを伝えた ソフトバンク先発の有原光平投手が2回に四万塁で先制の右前に点打ちを放ち7回4安打無失点と高騰した。投手の V 打は球団初で、1986年第5戦の西部、工藤以来、38年ぶり。開幕戦での投手の決勝打も初となった。ホークスは史上最長を更新する日本シリーズ、S。 の連勝を13に伸ばし、日本 S 体の敵地6連勝。DNA、e、は9回に3点を奪い意地を見せたが及ばなかった。落合氏は勝敗のポイントを横浜が、先発のジャクソンが有原に投げた一球。あれが全てでしょう、とソフトバンクが2回に四万塁で有原が先制の右前に点打ちを放った場面を挙げた。 続けて DNA が有原の前を打つ回拓也保守を敬遠したことに、会を歩かしてバッターとピッチャーとどっちで勝負するかって控え室で中畑さんと話をして、年、あそこ敬遠するかしないかって、中畑さんは敬遠しないって言うの。俺は敬遠するって言うの。二回でしょ。敬遠するからには、もう最新の注意を払って有原を抑えないといけないものが、 ちょっと気を抜いた部分があって打たれた。あの部分だけはもったいなかった気がしますけどね。それあとあと、あのゲーム展開に響いたんじゃないかなと思うと解説した。